雨の日も寒い日も、そして遠く雨にも本当に私たちに力を感じていただきました。ただ今シーズンは皆様のその応援にご期待に応えることができませんでした。大変申し訳ございません。今シーズン新チームになり、大きな目標に向かって戦いました。ここにいる選手たちは精一杯戦って13位、そしてカップ戦、天皇杯ともに大会ということで、力不足、そして皆様の期待に応えられなかったという結果です。FC東京は来シーズン20周年を迎えます。そんな時にもっともっと変わっていかなきゃいけない、変わろうとしている、そんな姿を見せなきゃいけないと思っております。もちろん精神力、内面的な部分、そういったことも大事です。ただ見える形でしっかりと変わる姿をお見せしなきゃいけないというふうに思っております。すべては勝つためのチームになる、そのチームに貢献できる、そんな FC 東京に作り上げたいと思います。いろんな意味で大きな責任を感じております。選手、監督、そしてスタッフも目に見える形で変化をしていくというふうに思っております。来シーズンは再び輝きを待てるように邁進して準備をしてまいりますので、よろしく